はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。始まりました。アゴラ横浜放送局です。MC の小林です。斉藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。します。今日は、ね、真ん中の人、うん、誰でしょう。変なおじさんが一人混じっておりますが、自己紹介申し上げます。はい、お願いします。カメラマンのハービー山口と申します。イエーイ。ハービーさん。すごいんですよ。これ。そうですよ。どうすごいか。ハービーってのはね、うん、僕のあだ名なんですよ。あ、そうなんですか。はい、20歳の時についたあだ名で、はい、バンドやってたんです、はい、で僕フルート中学の時にブラスバンドに入ってました、はい、下手くそなんですけどずっと持ってて、はい、20歳の時に近所の人たちとバンドやって、はい、で洋風の名前をみんなメンバーつけようよってみんな日本人なんですよ。で僕はフルートでジャズフルーティストでね、ハービーマンっていう人がいるんですよ。ハービーマン、ハービーハンコックが有名ですけど、はいはい、ハービーマンっていうフルートのジャズ、はい、その人が好きで僕の名前がハービーになった、うん、あ、そうなの。初めて聞いた。あ、そう。それでボーカリストはね、ポール・マッカートニーが好きで、ポール、はいはい、ポールなんつうんですか、下はポール・フジマキ、ポール・フジマキ、で、ギタリストが、ポール・マキですね。ギタリストがね、ジェフ・ベックが好きで、ジェフ・フジオカ、ジェフ・フジオカで、僕はそのバンド下手くそだし、辞めて、で、大学卒業してロンドンに行って、はい、もう10年間帰ってこなかった、はい、で、ポール君とジェフ君は仕事をしながらずっとバンドやってたんです、うんうんうん、で、5年ぐらい前に崖の上のポニョって入ったじゃないですか。それで小学生の女の子が歌ったじゃない。あの藤巻ってもしかして。その後ろにいたおじさんが今の藤だから、ポール藤巻とジェフ藤岡。はあ、そうなんですか。うん、いや初めて知った。あ、そう。あ、そうって。あ、そうって。だから3人がいると僕のことはハービーと呼ぶし、僕もジェフ、ポールって呼ぶますね。ね、ちょっといいですか、ね、おっさんがポールとかね、俺たち20歳の頃の話なの、まあ、ですけどね。で、僕はもう40何年間そのハービーっていう名前を使って写真家になって、はい、そうなんで、ハービーっていう名前を40年間も使うと目がちょっと青くなってくるんですけど、それは冗談です。ちなみにね、ちなみにね、あのこう見てらっしゃる方で、うん、ハービー山口がどんだけすげえかっていうのの、うんうんうん、まあ、僕が、まあ、ここでどうしても言いたかったのは、うん、ライカってあるじゃないですか、はいはい、カメラのライカ、はい、ライカが過去100年、うん、これですね。そうです、はい、過去100年の、ね、世界で140人のベストライカカメラを使うフォトグラファーを選んだわけ、はいはいはい、100年の記念に際し、はいはい、の100人に入ってるじゃん。そうそう、過去100年遡って、もうロバート・キャパとかね、はい、あの有名な、もう、はい、あのもう亡くなった方もたくさんいる、で今生きてる人もいるんですけど、その140人の世界の過去100年だからね、世界の何万人っているだろうからね。それの100、すごくない、うん、いやいや、すごいですよ。嬉しかったです。すごいですよ。すごく嬉しかったですか、うん、あなたのちょっとあの写真これの中で入れたいから送ってください。いや、僕ちょっと嬉しかったって、その程度じゃない、ね、いやいやいや、そういう問題じゃないそういう問題じゃないよね。前の話、まあ、どうなんわかんない、ノーベル賞とかさ、いやいや、そのレベル、そういうレベルじゃないですか。そのレベル、100年にわたって、そのレベル、そのレベル、何万人のうちの140人ってことは、うん、そのレベルですよ。で、先ほどね、うん、ロンドンに10年間帰ってこられた、うんうん、でその間にいろんなことがあったわけですよね。うん、そうね。どなたと住んでたんでしたっけ。あのジョージというね、きれいな青年が、はい、18区のジョージ、それが後のボーイ・ジョージ、ね、ほら来た、ボーイ・ジョージだよ。ボーイ・ジョージと一つ屋根の下、一緒にシェアハウスしたんですよね。一緒に二人で暮らしてたわけじゃないですから、いやいやいや、誤解しないでほしいんですけど、はいはいはい、あの彼はちょっとそういう傾向があったけど、僕はもう至ってノーマルで、何人かで一つのフロアをシェアして、まあ、台所 トイレとかは共有してたと。で、去年来日したんです、はい、で僕、はいはい、楽屋行って30年ぶりに会いましたよね。うわ、でツイッターではつながっていて、あの、ゼップ東京だけかな、はい、明日行きますよっていうのは知らせといた、はいはい、そしたら本番中の舞台のMC ってありますよね、はい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 、こうで、はい、それで今日はマイベストフレンドのハービーが来てるよ、かっこいいな、 Where are you? とかなんかね、あ、手挙げた、手挙げた、だけど僕暗いちょっとあの奥の方だったから、こうやったけど分かんなかったけど、あ、俺だったらもう飛び跳ねるで、楽屋行ったらもうわーってね、ビッグハグでした。うわ、
で、うん、ほらだからボーイジョージーだの写真だとか、うん、当時の写真だとか、うん、その当時のビッグネームちょっと、うん、ビッグネーム、あと9月に日本に来て2回公演したドゥランドゥランっていうのがありますね。ドゥランドゥランっていうじゃないけどね。で僕今回ちょっとね行けなかったんですけど、日本の最初の彼らのレコードのジャケットは僕の写真ですよ。うわら来た、なんとなく分かるような、あの写真です。10インチシングルなんだけど、はい、僕の写真で、まあ、以来あの彼らずいぶん写真撮らせてもらって仲良かったですよね。日本 の, あ の,、はい、あのハンサムなジョン・テイラーさんとか、はいはい、であの僕がそのウェンブリーとかいろんな大きな舞台の下でこう撮るわけ、はい、そうするとジョン・テイラーとか僕を見つけるとカメラマンの方から必ずこうやって振ってくれて、手振ってくれて僕の近くに来てくれってこうポン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 ってやってくれたり、うわすげえな、すごい仲良かったですね。だってその辺はだって僕青春時代でしょ、うん、思いっきり80年代90年代もう思いっきり青春です。だからね、小林さんが聴いてた、うん、あの洋楽だとか、うん、その辺の CD ジャケット、うん、あまあその当時は、うん、あの、うん、レコードジャケットとかね、うんうんうん、ハービーさんの多いんだよ、うんうん、ユーロ系のね、そうですよね、そうですね、でパンクの時代にね、はい、ザ・クラッシュザ・クラッシュ、その彼らとはそんなに仲良くないまだ初期の頃、うん、地下鉄で目の前にジョー・ストラマーさんが乗ってたんですよ。それでうわジョーさんだ、ええ、まあ、彼らに至ってその普通に暮らしてて、はい、決してスター気取りはしない人たちなの、うん、普通の洋服だったし、でジョーさんだって、写真撮りたいけどプライベートだから、はいはい、撮ったら怒るだろうなと思って、でもこんな偶然二度とないだろう、うんうんうん、じゃあ撮っていいか聞くだけ聞こうと、でジョーさんですよね、写真撮ってもいいですかって言ったら、どうぞ撮んなさいよって、それでこれか数枚撮って、そう、それでこれを最後に撮ってドアが開いて彼も降りるんですよ、はい、で降り際に僕に向かって行ったんですよ、君な撮りたいもんは撮れよな、すべてそれがパンクだぞ、うん、かっこいい、ちょっと鳥肌かっこいい、その言葉がね、20代の終わりの僕にすごく勇気を与えてくれて、うん、いや妥協なく僕はやっぱ生きなきゃいけないんだって、うん、それでどうして彼がそんな言葉を僕に吐いてくれたんだろう、でちゃんとこの向かって撮っていいですかって、うん、僕の姿にこの東洋人のね、こいつは一生懸命やってるぜと、こいつに何か一言言い残しておきたいって思わせた何かがあったんでしょうね。あ、で撮りたいものは撮れよな、かっこいい、それで何か僕の人生もう一回やり妥協なくやり直そうと思ったのが1980年ちょっと前ぐらいの話なんですよね。すごいな。でこの話もうジョーさん亡くなっちゃってるんですけど、うん、この前ラジオでその話をしたんです。そしたら偶然聞いていたラジオを聞いていたトラックドライバーの人からこう番組が終わってからメールが来て、今の話を運転中聞いて自分は泣きました、20歳の頃30年前ヨーロッパにカメラマンになりたくて僕は行ったんです、だけどカメラマンになれずに帰ってきて家庭ができ子供が生まれ、その家庭を養うためにトラックドライバーになって30年経った、だけど今の話をジョーさんの言葉を聞いたらもう一度カメラが握りたくなりました、遅すぎませんかっていうメールだった。で僕はね、遅すぎませんよって言いたいわけですよ、今カメラを助手席に置いてトラックが安全なところに止まった時に窓からフロントガラスから見える街の人々を撮ったらそんな写真集ないと思うんですよ。でそのフレームの中にハンドルの一部が入ろうが、うん、ワイパーの模様が入ろうがそれでいいんだと思うんです、うん、それが彼の視点だと思うんです、うんうん、トラックドライバーの視点、うんうん、そこで街の美しい人々が横切る、うん、それを撮ったら素晴らしいと思う、うん、でそしてその話を、うん、ある会社の社長さんとワインを飲みながら話して、うん、でその社長さんは偶然に自分の会社の1階が空いていていつかギャラリーにしたいなと思ってた、うん、そしてその社長さんがハビーさん、そのトラックドライバーって探せるんですか、どうしてですって聞いたら、自分がもしも自分の会社にギャラリーを作ったら最初の個展はそのドライバーの方の作品にしたい。なんだそれ、なんだろうな、ちょっとね、ちょっと鳥肌立つぐらいいい話。だから1980年にジョー・ストラマーさんが僕に言った言葉が、うんうん、そう30何年経っても未だに人々の勇気を与えている言葉、魔法の言葉なわけ。僕はジョーさんが僕を仲立ちにしてこの気持ちをみんなに伝えてくれって言ってるような気がするんですね。なんだろうな、
もうさ、俺同じ写真業界にいながらさ、小せえな俺何言ってるよ、すげえな。それぞれの持ち場があるんですよね。いやすごいな、うん、そのちょっと僕ほんと素人なんで、はい、お伺いしたいんですけど、ファビーさん今ずっとこう、まあフル、まあ、バンドやってて、まあ、ヨーロッパイギリス行かれてって、でこう写真家の方っていろんな種類というか、まあ、人物撮る方もいらっしゃるし、まあ、富士山とか風景撮る方もいらっしゃるし、ハビさんもずっと人物を、ね、人物なんですね。なんかそこはなんかそれこそ、まあ、今の話、それはとってもいい質問でした。そうですか。僕はね、僕はね、生まれて2ヶ月で、はい、カリエスっていう病気にかかって腰の骨にダメージを受けて、はい、まあ、簡単に言えば腰の骨が腐っちゃうような病気で、うん、その背骨があるじゃない、はい、腰椎っていう腰の骨が、はい、第一から第五、はい、それから脊髄とか胸椎ってなるんですけど、はい、この背中のね、この辺だよ、ね、はい、がちょっとこう変形しちゃって、ちょっとこう潰れちゃってるんです、うん、でコルセットをしてずっともう10代の半分は、うん、で体育を一切してないの、うん、で、あの長いこと生きていけれない、いけないだろうなと思って孤独と絶望しかなかったわけ。そのいじめられるし、意地悪な目しか人からは感じないし、で20歳ちょっと前に、あなたコルセットも外していいよ、もう曲がったままだけど気をつければ生きていけるからって言われた時に初めて希望っていうものを感じた、うん、その時に写真に出会って人の希望を撮ろうと思ったんですよ、うん、だから全て人を撮るんです。で、まあ、いかなる時でもパレスチナ行っても 3.11 の東北のところにお邪魔しても、うん、その被害を受けても生きようとしている人々の尊厳を取りたいんですね、うん、とか才能に恵まれて華々しくロックスターで活躍しているその人たちの、はい、やはり生きるエネルギーも取りたいし、すべ、うん、ていろんな人に勇気を与えるような写真を撮りたいんですね、うんうん、そういう原点があって、うん、それで人っていうのは、そういう姿勢だから、うん、今だとすごく皆さんもよく知っている小袋だったり、うん、それこそ福山、ね、まあ、福山さんだったり、うんうん、うん、あとはニュアンスだったりそのニュアンスさんをねそこにポスターがある、それ撮らせていただいて、それちょっと見せようかな、ちょっと今まあこっち映ってますよね、これをこれ前いつ、8月です。今日暑かったですよ ね。だからまあ2ヶ月前にこの近辺で撮るのがいいですよね、はい、特別なシチュエーションじゃなくて、はい、この生活圏の中で撮るのがいい。これどこだか分かる、はい、もう見覚えがあります。あるよ、ね、僕にはね、もうこの地元の人からすれば、あ、西公園だ言っちゃったもう見覚えがある。ここ子供たちがこうガーッて上がってくるところです、うん、でそこである日、まあ、斉藤さんからニュアンス撮ってくださいと、うん、いうことでこの近辺でずっとロケして、うん、このスタジオで、アップの写真も撮ったし、公園でこういうのも撮ったし、すぐ裏手で、ビルの屋上から覗いてる彼女たちとかね、いろんなショットを撮らせていただいたんですけどね。もうね、この子たちが、うん、ハービーさんに撮ってもらってる自覚がないんだよね、うん、それが可愛いとこじゃないそれがいいとこですよね。知らないことのところも、ね、うん、いや、まずその前にまず斉藤さんがよく頼めたよねっていうのはあるんだけど、いやもうね本当にお願いした。まあ僕が、ね、人様を一人でも多く撮れればそれが僕の生きがいになりますしね、撮るチャンスが多ければ多いほどいいと思いますね、うんうん、まあ、だからね、うん、撮ってもらったことで彼女たちもこう、まあ、だんだんと分かってくると、うん、まあ、励みになるじゃないですか、うん、あ、そんな先生に撮ってもらったんだっていうと、うん、だってハービーさんに撮ってもらったら、うん、大ヒットするっていうジンクスがあるぐらいだから、ね、うん、そうですね、今までそう初期そういろんな CD で、ザ・ブームとかエレファント・カシマシとかボーイ山崎正義さんとかいろいろと撮らせていただいて、みんなこうビッグになって、うん、だって最近というかね、アメリカのデビューが決まる直前の由紀さおりさんのアーシャね、これ僕がこうやって撮らせていただいて、由紀さおりさんにすごく感謝されて、はい、あなたのおかげですごくもうアメリカデビューまで決まっちゃってなんてね、はい、まあ、僕のせいじゃないですけど、すごくすごいなんかいいことをおっしゃっていただいて ね、うん、スキャットですごくあれしてますよね、全部行った、そういえば。そうなんだよ、うん、すげえ人に撮ってもらったんだから、うん、いや、じゃあもう間違いないね、ニュアンス、いや、ね、間違いないですね。でもね、僕思うにね、そのどんな人でもカメラ向けて撮らせてくれたら僕の幸せになるし、はい、何かこのいいバイブレーション、ポジティブな気持ちを乗せて写真
をこう取りたいですよね、うん、それが人々に伝わったらいいですよね。ね、俺ね、うん、ハービー、俺あのシーサイダーマガジンでよくこう、うんうん、記事書いてるでしょ、うん、それからフォトフェスティバルとかでこうハービーさんの写真展示させてもらったりしてんだけど、うんうん、その時に俺書いてたこともそうなんだけど、ハービーさんに言われて一番こうぐさっときて、うん、それから俺も心がけるようにしてることが一つあるんですよ、うんうんうん、ハービーさんは人にない、もちろん人をずっと撮られてる方なんで、うんうん、人を撮る時にどんな風な思いで撮られてますかって僕がハービーさんにお聞きしたんですよ、うんうんうん、したらね、僕はその映る人、その撮られる人の幸せを願ってシャッターを切ってますって言った、うんうんうん、すごくね、うんうん、でもね、そういうのが伝わってなんかいい表情になってくれると思うんですよ、うん、俺なんかさ、いい、正直言うよ、はい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 、先生さん、そんな言っちゃダメよ、仕事なんだから、ね、でもね、でもね、ほんとね、ほんとね、うん、そのハービーさんからおっしゃっていただいた言葉を、うんうん、こうやっぱり思ってか、あの聞いてからね、うんうん、心がけるようにしてるし、うん、今うち の, あ の, あのカメラマンの子たちにも、うん、みんなに言ったもんみんなに言ったもん、うん、あのね、まあ、例えば優しい写真ですねとか言われる時もあります。で、嬉しいなと思います。で、ある時ね、川崎市市民ミュージアムというところで写真展やりました、はい、で、写真展の会場にいつも感想文ノートを置いておきます、はい、ある日若い女の子の筆跡の数行が残ってたんです。それはね、すごく良かったんですよ。私は自分の人生に失望して何度もそのリストカットしたんだけど、今日あなたの作品を見てなんか生きる希望が湧いて、私もできることが見つかったら一生懸命生きていきます、もう死ぬことは考えません、ありがとうございましたっていうのがあったの。で、人の命を救ったと思ったら、その写真という紙切れがすごいなと思って、で、まあ、僕が病気して孤独と絶望っていうのがあったからこそ、人にポジティブなものを与える写真を撮りたいなっていうことなんですね。で、言いたいのは、人生ネガティブなものもあるじゃないですか、はいはい、僕の場合長い病歴とか、でもそれをポジティブなものに転じるっていうのが人生の生き方だと思うんですよね。あの、全て条件が揃ってるっていう人が少ないし、なんか負い目があったり、うんうん、すごく綺麗なパリコレのモデルさんだって、私の鼻がもう 0.1 ミリでも高かったらいいのになんて思ってるわけですから。でもそういうのを踏み台にして、ネガティブなものをポジティブにしていくのが人生でね。僕の友達でジョセフ・クーデルカっていう有名な写真家がいるんです。で、その人がね、いいこと言ったの。昔はデジタルの前はフィルムを使ってました。で、まあ、現像しますよね、はい、ダークルームとかね、はいはい、そうするとネガがこうできて、それを暗室で引き伸ばし機にかけてプリントする、はい、まあ、ポジになるっていうのがこのプリントなんですよ、はいはい、で、その人が言ったんですよ、人生も写真もネガをポジにするんだ。おー、かっこいいよ。ちょっと待って、ちょうだい、ちょっといいですか、僕使いますから、次から使います。ネガをポジにするんだ、はいはい、人生も写真もネガをポジにする、うんうんうん、うわ、使おう、使えるね、うん、そう、すげえな。いや、すごい、すごいでしょ、なんか、すごいいい話。ちょっと永久保存版だよ、今日、うんうん、あの、おそらくですけど、うん、向こうの方が普段だったら、うん、あの、そろそろお時間です、うん、なんかいろいろね出てくるところなんですけど、うん、あの、今はもうそんなもん出せない状態になってるわけです聞き入ってると思うよ、多分。そうで、今後のハービーさんのスケジュール、うん、はい、写真展のスケジュールとかちょっとお聞きしたいんですけど。そうですね、はい、まあ、12月に、はい、ルクセンブルグに、あ、ちょっと待って、日本じゃないんですね。あ、日本じゃない、あ、日本じゃない、あ、違う、それルクセンブルグに行って撮ったのを、はい、日本のルクセンブルグ大使館で写真展やる、今写真集も作ってるんですね、はいはい、で、1月ぐらいに原宿の、ブックマークっていう、ニューヨークに会社があるマーク・ジェイコブス、はいはい、のギャラリーで写真展やるときに、ちょっと今アイデアでリフレクションとかミラーっていう鏡ですね、はい、にこう写った写真ばっかしを集めてやってみようかなと思った。で、この前ニュアンスさんを撮らせてもらったときに、ちょっと壁が反射する面があって、はいはい、で、一人一人のアップとか撮ったんですよ、はい、そういうのもちょっと、はい、ちょっと待ってください。それはということはですよ、ちょっとハービーさんの写真展にもしかしたらニュアンスが出ちゃうかもしれない。そうそう、ちなみに僕ちょっと知ってますけど、その写真展に出そうと思ってる写真って、うんうん、あの、福山さんだったり、そう、福山さんだったりボーイジョージも、ね、ボーイジョージだったり、この前そういうんで鏡が映り込んでるのないかなと思ったら、はい、本番直前で
彼がニコッともしないで結構真剣な顔で最後のメイクをこうしてる、その鏡に彼の顔が映ってるのが、それ僕がハービーさん家行った時に一緒に探したやつですよね、それ、うん、でね、さらに探してね、また探した、見ました、うん、見ました、見ましたとかね、そういうので、ね、そこにあのほらあのイギリスの王妃というか、うん、あのダイアナのさんもね、そう、ダイアナさんがダイアナ妃になる前に普通の19歳の時に幼稚園の先生でしたね、はい、でダイアナさんが住んでた同じマンションに僕の友達が住んでいて、ある人が最近 2,3 人パパラッチが来てその人が出たり入ったりするのを撮ってると、で将来この人有名になるかもしれないからあなた明日来てその人撮ってみたらと、でもしも来んだったらマンションの横に赤い小さな車があってそれが彼女のだから朝7時半に来ればその車のところで待ってれば他のパパラッチさんが 2,3 人ドドドってかけてきてもあなたはベストポジションをキープできればよっていう、同じマンションの友達が言われて翌日過ごした。そしたら綺麗な人がこう来てちょっと撮らせてもらったのが、まあ後のダイアナ妃になる1年前の姿なんですよ。すげえよな。乗り込んでそのまだ窓越しに撮った1枚に僕の反射も映っていて、ダイアナ妃の横顔、ハンドルとこうエンジンキーをひねる横顔で、そのドアが閉まってるガラスに僕が表にいる、僕が映ってるっていうのもちょっと入れようかなと。ほらだからね、あ、そういうことか、そういう人たちの壁があってこのニュアンスさんがポンとなるっていうことを言ってるわけ。いやだってそれすごくないですか。すごいことですよ。いやだってそういう人たちが映ってて、ね、うんうん、なんかあ、そうですね、ニュアンスさん、ニュアンス映っちゃうんですか、うんうん、大丈夫ねそっちのプロデューサーというか。すごいことですよ。どうしようかって感じですけど、でもそれがあのマーク・ジェイコブスのギャラリーで、そうですね、やるかも、まあ、来年の1月とかです、ね、1月、うん、でもかもですよね、まだね、まあ、かも、まあ、いや、あのやるのはそうでしょうけども、うん、まあ、ニュアンスが出るかどうかはかもですよね、まあ、まだ分からないと。いや出してくださいよ、そこはここぞと分かりに、もうすいません、うん、いや で, で,、ね、でこれでも何時に終わるっていうのは決まってないんだ。もう、そうでございます。でも僕ね、最後に1分だけ言いたいんだ。はい、ぜひ。その人生にはね、 1,2,3 って3つのロケットがあるっていうのを60代になって思ったのね。ほう、何でしょう。第1のロケットっていうのは、うん、例えば青春というロケット、はい、で10代、はい、まあ、20代の初め、うん、はい、恋をするとか、はい、うん、旅をするとか、クラブ活動を一生懸命やるとか、はい、そこに喜びも涙もある、それまあ青春というロケット、はい、で第二のロケットはまあ30代半ばか40になって社会的地位もちょっとできて、うん、家庭ができてこれで いけるかなって思った、それがまあ第二のロケッ ト, ケット、はい、そのまま定年になって終わりかと思ったの。ロケットはお落っこっちゃって、あとはまあ老後とかさ、うん、はいはい、ところが第3のロケットってのがあって、はい、僕がついこの間パリで個展とかやるチャンスがあったんですけど、結局好きなもの、僕の場合写真、またはプロデューサーだったらこういうことやった、ああいうことやった、それがちゃんとその妥協ない人生、さっきのジョーさんのように撮りたいもの撮ってるよね、やりたいプロデュースやってるよね、その経験がね、第3のロケットの備蓄燃料でだんだん溜まっていって、60代過ぎて何かの拍子でそれに転化されたら第3のロケットが発射して、僕は思わぬパリで写真展やったように、そうすると今度ロンドンでやってくださいとか、どんどんその予期しない第3のロケットってのがあった。いや、もう落ちてます、落ちてます、あげましょう。それが人生100歳の時代に第2のロケットだけで終わるんじゃなくて、はい、第3、第4のロケットがある、うん、そのためには毎日、僕の場合は写真を1枚1枚貯める、うん、それが燃料になるんだから。なるほど。だから絶対諦めないで、はい、遅くもいつになっても遅すぎないで、うん、結局やりたいことをちゃんとやってるかって、うんうん、そしたら必ず第3のロケットが点火する、誰か見っけるんですよ、うんうんうん、常にスターっていうのを世の中の誰かが探してる、うん、それはニュアンスのような若くて可愛い子だけじゃなくて、例えば80歳のおばあちゃんがいきなりパンクの格好してバーって撮ったらニュースになりますよね。なりますね。スターになりますよね、うん、いつ誰もがスターになれるんだと思う。だからもう本当に思い出した、さっきの本当トラックの運転手さんの話、うんうん、だからもうずっとねそこも、うん、まあ、勇気を振り絞って書いたかもしれないけど、うんうん、それがあってもしかしたらそこの社長さんが用意したギャラリーで集めできるかもしれないし、うんうん、でその
トラックドライバーさんが30年トラック乗ってたじゃない、1枚も写真撮らずに、それが無駄な30年かつたらそうじゃなくて、かあこういうの撮りたいけどなーって撮んないで、で荷物配達して、そしたらかみさんにプレゼント買えるし、クリスマスのプレゼント子供に買ってあげられるから一生懸命走ってたわけじゃないですか。でこれ撮りたいのになっていうのを確かめてた30年だとすれば、うん、決して無駄じゃないですよね。無駄じゃないですね。すごい、もう集中して 2,3 年バーッと取ればね、だからいつでも取れるからっつって結局取んない人も取んない場合もあるから、うん、けども、でもそこにね、その気がつけば ね絶対いいと思う、だらだらやっとやるか、なんだか今日は勇気だかなんだかいろんなものもらいましたね、もらってやっぱり感動もいただいて、見ればやっぱすごいな、ハーブさん。いやいや、とんでもないです、とんでもないです。なんかね、すごいいい話、ありがたいですわ、こんなご縁で、そろそろお時間になっちゃいましたけど、いや、もったいねえな、いやいやいや、また出てくださいまたぜひ本当に、はい、お願いします。いや、本当今日はもう、おいしい話、はい、もう感動の話をいただきました、はいはい、で、あの次回、あ、ごめんなさい、もうちょっと上がっちゃっててすいません、はい、お願いします、はい、小林さんお願いします。え、はい、いきなりなんですか。いつもと違うじゃない、いつもと違いますよね、ふてぶてしいじゃん、そうです、そうです、いや、胸が痛くなっちゃってさ、もっとふてぶてしいじゃない、もっと急になんか俺ふてぶてしい、しおらしくなっちゃって、しおらしく、どうしたんですか、しおらしくなっちゃいますよ、見てこの肩幅、そんなにちっちゃくならなくてもいいよ、やっぱりすげえなと思いました、はい、ありがとうございます、どうもありがとうございました、ありがとうございました、ハービー山口さんでした、ありがとうございます。